ポマレ一世は、タヒチ島史上初めて同東を武力統一したアリー。ポマレ一世の築いた領土は後に、ポマレ二世によって、ポマレ王朝として、タヒチ全土を統治することとなる。婚前は後、結婚後は、ティナと名乗っており、ポマレ一世を自称するようになるのは、タヒチを統一した1791年以降のこととなる。タヒチ島北東部のアリーであった、ポマレ一世は、 タヒチに来島したヨーロッパ人の協力を得て1791年にタヒチを武力統一する。特にその根源となったのはバウンティ号の反乱を起こした16名のヨーロッパ人でマスケット銃を携えた彼らを傭兵として雇用することで主張間戦争を有利に進めることが可能となった。彼の支配地域はタヒチ島に留まらずモーレア島やファヒネ島にも波及していたと 考えられている。ポマレイッセイは1797年3月7日、タヒチにやってきたロンドン電動協会の宣教師らをタヒチの王,王として迎え入れており、彼らの布教活動を認める見返りとして、重機の提供を求めていたとされている。タヒチにおいて外国人や宣教師に対して理解を示した最初のタヒチ人であったとされている。 キリスト教への理解はあったが、自身は回収せず、1803年に死去した際には、タヒチの伝統的儀式にのっとって葬儀が取り行われた。ありがとうございます。